どうもシャーペンです。今回は明日のモンストニュース様子を5月18日編ということで、まあコラボも終了して結構のんびりした期間になりますけども、ここでどういう動きを見せるのかということで、この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら、明日のモンストニュースで何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただこの動画で話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたから明日これが発表されるかもしれないよという願望が詰まった動画でありますので、その辺ご理解していただけると幸いです。で今回参考にしていくニュースは2022年5月19日のものを振り返りながら何が発表されるか予想していきましょう。ご覧ください。まずは超絶ノイン発表と、そこまで特筆事項もね、まあ、ベクトルウォールとか登場するんですけども、まあ、シンプルなクエストでありまして、で対策必須級ギミックもダメ落と地雷って結構昔ながらのもので、ラファエルとかモーセのような、まあ、往年の強キャラクターが活躍する場になりましたね。でその後はフラッパ重心からのダルタニアソロモンをはじめとしたキャラクターが順当に適正になっていったんですけども、さらにこのクエストから登場した EX クエストが運営トリヒでありまして、こちらはエレメントポーションを使うんで光属性のキャラクターが適正となり、結構火ダメがでかいクエストなんですけども、これをまあ底力の発動につなげられるモンストブライトが優秀だったっていう、まあ、アンフェアに続いてここでも活躍したんで、ブライトかなり僕評価高いんですよね。であと他で言うと、まあ、ヒーリングボムスローによって回復もできるクシャアンティも、まあ、降臨だったんですけども上位鉄製だった記憶がありますね。で去年といったら、まあ、光属性の環境がかなり進んだことによって、まあ、一気にこのクエストも難易度低下しまして、だいたいこういう EX キャラクターって、まあ、実用性よりかはこれ作ることに対しての喜びと言いますか、そこがモチベーションだと思うんですけども、まあ、ただ運営取引は結構性能も悪くないんで、コスパはいいように思えますね。ということだったんですけども、今年は今週に新しい超絶の雨の下げが降臨しまして、でそしてこうなると来週はついに、まあ、光属性の合成が降臨して侵食者のシリーズが完結するんではないかなと思われます。まあこれ先週も出しましたから、予想としてはもうついに合絶にも転送壁主体のクエストが来て、まあ、ダメを転送かワープ転送かなと思っているんですけれども、また注目でございます。で続きまして、近畿の獄に新たな階層が追加と、これによって全ての階層が2つのクエストが選択可能になったっていう、でこの追加によって登場した EX クエストが涅槃弱城でありまして、まあ衝撃の3周ギミック対策必須級の裏28獄、まあその EX クエストでありまして、まあさらに涅槃弱城では魔法陣も登場して、まあ当時はギミック完全対応キャラクターはいなかったっていう、でしかもランチャーパネルも登場したんで、もある程度の PS は必要に感じたんですけども、まあ聖徳太子を積めば積むほど、まあ、難易度が下がっていくっていう、もう完全なる聖徳太子ゲーでしたね。それぐらいの状況だったら、まあとりあえずまあ丸1年間は最適を守り続けるかなと思っていたんですけども、ついにワルプルリスの重心化解がギミックの完全対応となりまして、まあかなり噛み合った性能で革命を起こしましたね。で今年の話としては、まあ新しいコンテンツですかね、まあこれ例年通りだったらもう夏の大イベントのフラパーも今年はモンドリですけども、7月の8日9日に開催されても、おそらくまあ9日にモンストニュースがあってコラボ発表するっていう流れだと思うんですけども、その日になるまでは多分コラボの発表というか、まあ、イベント形式のコラボは開催されないと思いますね。その半月丸々やるよみたいな、まあ、可能性があるとしたら、ラブライブとかスパイファミリーのような、まあ、超重コラボか、2019年6月のプレミアコラボの前例はありますけども、結構無料でガチャ引けたんで、まあ、対話にコラボのような感じだったんで、まあ、そういうやつはあるかもしれないですけど、まあ、がっつりコラボは5月6月はないかなと思ってますね。なのでこの期間中はモンスト自体のコンテンツで盛り上げてくると思うんですけども、まあ例年通りだったら6月はやっぱり空きますし、まあ去年同様に控えの冒険戦が可能性高そうですけど、ただちょうどいろいろ噛み合って天馬追加はありえそうなんですよ、6月から。まあ発表があるとすれば来週ですけども、今週来週に何かしらデカめのコンテンツが発表されるんじゃないかなと思ってますね。でちょうどこのコンテンツの話だったんで、まあちなみに情報ですけども、今月で絶叫トーナメント1周年でございます。思った以上に豪絶ポンポン来るなって感じなんで、結構厳しい人もいるかもしれないですけども、まあ個人的にはいいコンテンツというか、まあ楽というか、本当にすぐ終わりますからね、ある程度モンスターやってる人にとっては。これからもぼちぼちと頑張っていきましょう。でそしてレッドスターズに聖徳太子が実装されました。で性能振り返ると、ダメをワープ地雷の主要3種のギミック対応に、まあ、2種の超アビリティで時間の無理を強化している。で SS は弱点ドンなんですけども、この超スピード型と、まあ、ダッシュとかで、まあ、いっぱい弱点触れられますし、まあ、弱点触れる前は一旦バイタルキー IM で火力を出して HP 半分キーまで削ったら弱点結構いっぱい触れてると思うんで、これ結構噛み合ってるんですよ。 HP 満タンの敵を削る、まあ、際にすごい有効な SS だなと思いますね。でこの殴りに目が行きがちですけども、友情コンボもブースト効果乗って、まあ、かなり殲滅力が高いですね。でも実装後にすぐさま裏28獄と涅槃弱城でも一強クラスの活躍をしまして、その代わりにギミック対応セットがフルメなんで、新しく仕事もらうことは少ないんですけども、まあ長期風はありましたけどね。まあただすでに貴族生の絶球クエストの徹底が多かったというか、こう絶球トーナメントで使うことはありますね。でちなみに聖徳太子の実装と同時にオトクエストの開催もありまして、これによって聖徳太子を無料10連で引くことができたっていう。でそれと同時に、まあ聖徳太子に関係のあるイベント、まあ、旋風のアスカでもオトクエストを開催されまして、まあやっぱりこの影響で他のキャラクターよりかは所持率が高かったってのもあってか、ぬかたの大き
君、中田美の鎌足りも、まあ、天まで大活躍したっていう、まあ、すごいイベントでしたね。で、そして今年の新しい属性限定キャラクターに関してなんですけども、これ昨日の動画でちょっと問いかけたというか、皆さんに、天風のアスカってイベントなのに聖徳太子がいないのおかしいみたいな感じで、今回の、まあ、仇忠誠のパラディンってイベントなのに、まあ、このキャラクターいないとおかしいみたいなキャラクターはいるのかって聞いてみた結果、どうやら、まあ、シャルル・マーニという人物が、まあ、聖徳太子並みに、まあ、今回のイベントにいないのおかしいらしいんで、まあ、もしかしたらこの流れがまた来るかもしれないですね。で、今月まで開催されていない属性ガチャは水属性と光属性でありまして、で、光属性はおそらく今月から来月からの超獣神限定で光属性来ると思うんで、なのでこのタイミングで属性ガチャに追加をするんだったら水属性が濃厚ではないかなと思いますね。で、水属性の新限定キャラというと、まあ、アムリタは26の極、ピリカは天魔6っていう、まあ、二人とも高難易度コンテンツの初回テストになっているんで、まあ、ここでまた水属性のハイスペックキャラクターでも来たら、それこそまた6月天魔の可能性が上がるなと思ってる。まあ、ここで追加されるキャラクターには注目したいですね。気になるの、今年まで属性新限定のキャラクターが実装されてないっていう。まあ、去年はもうこの段階でピリカルナでこのニュースで聖徳太子だったんで、コラボとかあってタイミングがなかったってのもありますけども、誰もいないってのはすごい不穏なんですよね。ちょっと噂されてるのがもう一気に追加されるんじゃないかって、もう新天使パターンですよね。これ2018年の4月なんですけども、もう毎週、新限定が追加されるって流れがありまして、まあこれがまた再来するってことはないと思いますからね。まあやるとしても5件みたいな感じで毎月実装ってのがまあありえそうですけども、またそういうシリーズ系のキャラクターを実装してフラパとか周年で一斉に獣神化界になるって流れもありそうですね。で、そして獣神化したのが超運と、もう順当強化としか言えない性能ですね。3種のギミック対応に、まあ神と魔王に対してのキラー M で短縮できる遅延 SS と、まあ、ちょっとあまりにも順当強化すぎて新しく仕事は増えてないですよね。まあ近畿の15-20っていうね、まあ、元々鉄製だったクエストでさらに強くなるっていう強化でしたけども、ちょっとインフレが厳しいなと思いましたね。で、明日の獣神化予想と、残りのミー獣神化の通常キャラクターは14体となりました。まあ水じゃないですから、さすがに今この辺は鳴らしそうというか、ノイシュ、ソウヒ、ベガ、ヒアツ。まあ、モンドリ前にもう2018年綺麗に全員になってほしいですね。まあ、ノイシュ・バンシュタイン。で、さらに発表された獣神化界が、マソと。重力ワープ、地雷の主要の3種ギミック対応だけでなく、もう全てが超アビリティでありましても、枚数も EL っても強力なものですね。で、この高い直殴り性能によっても、ドレインの回復能力も上がりますし、まあ、SS と友情コンも順当強化ですけども、このアビリティがありますからもう十分ですからね。もちろんスペックは高いと言えたんですけども、仕事がないのが悩みでして、まあ、どうしたもんかなと思っていたら、もう数ヶ月後天魔1で最適性となりまして、まあ、天魔の古城をやる上で絶対に関わってくるクエストの最適っていうのも価値は高いですからね。まあそんな状況を跳ね返したっていう。今ちょっとリムルが登場して天魔1での重要度が下がりましたけども、まあやっぱりこの高い時間殴りとドレインは健在だと思うんで、コラボ調教とかでまだまだ使われそうですね。で、さらにもう一体発表されまして、西洋墓、ダメージ力減速化目の登場が多い3種のリミック対応に、超アビリティや回復 M のような、まあ攻守強化のアビリティを多く持ってまして、で、友情コンボは両方とも地属性で、これにブーストの効果も乗るんで、もう対水属性の殲滅力ってのは当たるだけでかなり高いと言えますね。地属性のハイスペックキャラクターといったらビナーがいたんですけども、そのビナーが苦手なクエスト、ちょうどリミック対応違ったんで、西洋墓といったらこのクエストって仕事は思い浮かばないんですけども、個人的にはすごい便利に感じましたね。で、そして今年の次回の獣神化界予想なんですけども、ちょっとネタバレ注意ですね。まあ若干今紹介したことによって察しちゃうかもしれないですけども、とりあえず忠告ですね。まあ、初見で楽しみたい方はもうちょっとの我慢だと思うんで、ご視聴ありがとうございました。3、2、1ってことで、先週反対地盤のモンストニュースにて、王将くんと幼稚妃の獣神化会発表されておりまして、まあ例年通りだったらもう次回モンストニュースで日本版で発表する。まあ確か PV も流れずに、いつもの PV だと思ったら、あ、幼稚妃じゃん、まあ、王将くんじゃんっていう流れになんじゃないかなと思います。ちなみにオリエンタルトラベラーズの実装順で言ったらテンペストだったんで、これなんでテンペスト飛ばされたんだってなりますけれども、まあ、このキャラは北米版のものだったんで、まあ反対地盤の動きとは関係ないと予想されますね。まあなので本当に予想できないタイミングで来るんじゃないかなと思います。まあ明日一斉に発表されたら面白いですね。ということで、去年このタイミングのニュースの情報量めちゃくちゃありましたね。まあコラボ以外のタイミングで動くかもしれないんで注目してみていきましょう。よかったらコメント欄か皆さんの予想妄想感想をどんどんお書きください。あと、ついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。ご意見もぜひ。ではご視聴ありがとうございました。さよなら、シュバンシュタイン。